メッ,メッカ、マコは、サウジアラビアのマッカ州、歴史的に言えば、ヒジャーツ地域の州都である。正式名は、マッカーアルムカルダマ、マコアルムカーマ、栄光あるマッカ。別名、ウンムアルイコールクラー、ムアルキューラー、まちまちの母。サウジアラビア政府は、1980年代に、当時の名前の公式な英語表記を、 西洋人が以前から一般に用いてきた綴りである、メッカからマコに改めた。人口は129万4167人、2004年国勢調査。ジェッタから73キロメートル内陸に入った、狭い砂地のアブラハムの谷にあり、海抜280メートルである。航海からは80キロメートル離れている。メッカは、 イスラム教最大の聖地であり、祈りを捧げるところである。イスラム教徒は1日に5回決まった時刻になると、メッカの方向に向かって三度礼拝を行う。携帯電話の GPS 機能などにより、遠くにいても、おおよそのメッカの方角を知ることが可能になっている。方角は、大体あっていればいいという考えの人もいるらしい。近年、 サウジアラビアの石油資源等による経済発達で交通網の利便性が進み、今後さらにメッカを訪れる人が多くなると予想される。メッカはイスラム教最大の聖地で、統治への発地、巡礼は体力と財力が許す限りあらゆるムスリム、イスラム教徒が一生に一度は果たすべき義務である。これは聖典、クルアーンの記述を根拠とするもので、イスラーム歴の 第十二月にあたるズーアルイコールヒッチャー好の八から十日に行われる巡礼であるッ時のことを指し、この期間には世界中からッ時の行事に参加するため集まる。その期間以外で随時ここに行われている巡礼。ウムラも多くのムスリムが財力や体力の許す限りを行っているため、メッカとカーバの周辺には一年,年,年を通じて絶えず巡礼者が訪れている。ムスリムは マスジド・ハラーム、聖なるモスク。カーバを保護するお地上で最も神聖な場所と考えている。マディーナと並んで、イスラム教に大聖域、メッカ、マディーナを併称する場合、二つの聖なる近域という意味でアラビア語で、ハラマインとも呼ばれるとされているため、マディーナ同様イスラム教徒以外の入場はできず、通じる道路の手前にある検問所より先に行くことができない。 古くからイスラム教徒に変装し、メッカを訪れる異教徒がおり、中には処刑された者もいる。メッカの中心部は山々に挟まれた狭い回廊に一致しており、しばしば、ホローオブメッカと呼ばれる。市の面積には、AL トニーム国、バカ国、およびアブカア国の面積を含む。近年の人口増加により、住宅地は近隣の山岳地帯にも広がっている。 町の最も低いところに、メッカでも最も神聖なマスジド・ハラームがあり、ここが町の中心となっている。この付近には、金域、ハラームと通称される旧市街が広がっている。メインストリートであるエール・マダー通りとスークは、モスクの北に広がり、アズ・サグア・サガー通りは南へと伸びる。サウジアラビア統治下になってから、中央の大モスクは大幅に拡張され、 その付近にあった数百軒の家々は、現在広い大通りや広場となっている。メッカの伝統的な家は、地元の石で作られ、一般的に2階から3階建てである。メッカの今日の総面積は1 2 0 0トル以上となっている。近年の世界の一体化に伴う交通事情の改善などによって、巡礼客は増加の一途をたどっており、 それを一手に引き受けるメッカも急速な成長が続いている。マスジド・ハラームの向かいには、サウジアラビア駆使の高層ビル群であるアブラージュ、アルベートタワーズが建設され、2012年に開業した。そのうちのホテル群はサウジアラビアで最も高い601メートルで、ブルジュ・ハリーファに次いで世界で2番目に高いビルである。しかし、この場所にはかつては、オスマン帝国時代に建てられ、 歴史的な値の高いアジャド要塞が立っており、トルコやサウジ国内などから強い反対の声が上がっていたが、ビル建設に伴い取り壊されてしまった。この事例に象徴されるように、サウジアラビア政府は偶像崇拝につながりかねないとして古い遺跡や建物ことに歴史的、宗教的な建物に敵対的な態度を示すことが多く、 結果としてサウジ支配下に入ってから古い建物のほとんどは取り壊された。1985年以来、メッカの歴史的建造物の95%以上、1000年以上の歴史を持つもののほとんどが破壊されたと推定される。メッカ中心部の北東約5キロメートルには、ムハンマドに対して神による最初の啓示が下された平山がある。平山には、 多くの巡礼者が訪れるが、スンナ派の中でも厳格なワッフハーブ派の流れを、旧サウジアラビア政府は偶像崇拝につながりかねないとして、この山は本来は神聖視されるべきものではないという、断りを登山口に設けている。メッカの東2 5トルにはムハンマドが最後の説教を行ったアラファト山がある。ここは巡礼の際、 巡礼月9日に必ず訪れねばならない場所であり、途中のミナーの谷のテントで一泊した後、アラファト山で巡礼者は律令、立礼、クウフを行う。キロも再び、ミナーの谷で一泊するため、ミナーの谷には2キロメートル四方にわたって、サウジアラビア政府が、冷房付きの作り付けのテント村を整備してお、谷はテントによって埋め尽くされている。この膨大なテント群は、 大巡礼の5日間しか使用されない。ミナーからアラファト山への道には8本の道路と2本の歩行者専用道路があるが、巡礼の日は大混雑となる。この混雑を緩和するため、2010年11月には新交通システムのメッカ巡礼鉄道がこの巡礼路に完成した後日。この道路には熱車病対策用のスプリンクラーや街路銃、 トイレや照明などが完備されているが、これらも大巡礼の日以外は使用されない。近代以前のメッカにおいては、水は三つの方法によって供給されていた。一つ目はザムザムの泉に代表される井戸であり、二つ目はアインズバイダの泉だった。三つ目は少ない山水を貯水池に溜めて確保するやり方であった。水不足に苦しむ一方で、メッカは谷底にあり、 周囲に水を蓄える植生もないため、わずかな降雨でも洪水の危険性にさらされていい。記録に残るだけで、サウジ時代を含めて1965年までに89回の洪水があったとされる。特に1942年の洪水が最も被害が大きかった。それ以来、メッカの周囲には洪水防止用のダムが建設されている。アラビア半島の西部、 航海に面したヒジャーズ地方の中心都市である。砂漠気候で一年を通じてほとんど雨は降らない。砂漠に取り囲まれているが、ザムザムの泉の湧き水を頼りに、古くから人間が定住生活を送ってきた。メッカは他のサウジアラビアの都市に比べて、冬は暖かく、最も寒い1月でも、平均気温は23.9度である。一方で夏は暑く。 5月から9月までの平均最高気温は40度を超える。降雨は11月から1月の冬季にわずかながら降る。メッカはイスラム教の快祖である預言者、ムハンマドの生誕地であり、クルアーン、コーランにおいて預言者、ビブラーヒーム、アブラハムとその子のイスマイル、イシュマイルが混流しとされるカーバがある。メッカへの巡礼が可能なムスリムには巡礼を行う義務がある。 この義務は、信徒が守るべき主要ないつの義務の一つであり、巡礼を行ったムスリムは、ハッチと呼ばれ、人々に敬われる。メッカへの巡礼にはいくつかの区別があり、大祭とも言われるイード、あるアドハー、犠牲祭,祭には、毎年約300万人が集まる。一方でムスリムでない者には、メッカとメディナへの立ち入りは厳しく制限されている。日本人邪神家の野長 カズヨシミがメッカの巡礼を撮影した写真集を刊行したことがあったが、彼でさえもメッカに入るためには、回収してムスリムにならなくてはいけなかった。ムスリムには特別な事情がない限り、1日に5回メッカのカーバの方角、キブラを向いて祈りを捧げることが義務付けられているシーア派は3回。このため、カーバを守護するマスジドハラームを除く。 世界中のすべてのモスクには必ずキブラを示す壁のくぼみミクラーブが存在する。メッカの町は古くより存在し2世紀に書かれたクラウディオスプトレマイオスの地理学にはマコラバの名ですでに記載がある。このマコラバという名称の由来は神殿を意味するミクラーブという語であるとされており、この頃からすでにメッカは カーバ神殿の置かれた聖域であったと考えられている。メッカはジュルフム族が聖地の守護者として支配していたが、4世紀後半にはイエメンから移住してきたフザー族がメッカを侵攻して支配権を奪取した。5世紀末にはメッカ周辺で遊牧生活を行っていたクライ種族のクサイがフザー派族主張の娘婿となり、フザー派族に代わりクライ種族が メッカの支配権を握るようになった。その後暗い種族はインド洋航路によってアジアからイエメンへと運ばれる香辛料などをシリア、地中海地方へと運ぶ交易路を開拓して大規模なキャラバンによる遠隔地交易をはじめ対象路の安全を保つためにアラビア半島各地の諸勢力との間に迷約を結んでいき、 メッカを中心とした緩やかな部族連合が形成されていった。ムハンマドが生まれた570年頃にはおよそ1万人の定住主人公を持ち、まだ中東の都市の中では小規模であったが、商業都市として、また広域振興圏の中心として、急速に発展しつつあった。そのムハンマドが生まれたとされる570年頃にメッカは、 アクスム王国の属国ヒムヤルによる侵攻を受けている。当時、海洋貿易の権益を確保するため航海からアラビア海にかけての沿岸地方への勢い拡大を目指していた東ローマ帝国は、同じキリスト教国であるエチオピアのアクスム王国を講演してヒムヤルを服属させるなどしてアラビア半島に勢力を伸ばしていた。ヒムヤルがメッカに侵攻した目的は、 サムアのキリスト教会に対抗する多神教の神殿であるカーバ神殿を破壊して教会を建てるためだったとも商業により繁栄していたメッカの資産を奪うためだったとも言われている巨大な群像を率いて信仰するヒムヤル軍に対してメッカの人々は恐怖に陥ったがヒムヤル軍はメッカに入ることなく改装したクルアーンでは 鳥が運んできた石のつぶ手に当たったヒムヤル兵に放送ができ、薬病が蔓延したとされており、この描写からヒムヤル軍に天然痘が蔓延したのではないか推測されている。この時、メッカのクライ種族は、フザー族と同盟を組んでヒムヤル軍に対抗したと、される。メッカ生まれで、クライ種族に属していたムハンマドは、610年に、 死の北東の平山で神からの啓示を受けイスラム教を創始した。しかし、暗い種族からの迫害を受け、622年に、ヤスリブ、現在のマディーナへムハンマドは逃れる。これをヒジュラと言い、イスラム歴はここから帰産される。マディーナ滞在時には、後にメッカを聖地とする様々な決定が下されている。 六百二十四年には礼拝の方向がエルサレムからメッカのカワバ神殿へと変更され、六百二十五年には巡礼がイスラム教徒の義務とされた。この間、バトルの戦いやウフドの戦いなどを経て、イスラム教徒は軍事的に優勢となっていった。六百二十八年には一時休戦協定が結ばれて、初のメッカ巡礼が行われたものの、メッカのヒイスラム教徒の攻撃によって、 完全なものとはならなかった。しかしその後もイスラムの勢力は成長を続け、六百三十年にはメッカはムハンマドに降伏し、メッカを支配下に収めたムハンマドはカーバ神殿よりすべての偶像を取り除いた。これ以降メッカは聖地として尊ばれている。六百三十二年に行われた第四回巡礼の時に巡礼の方法や聖域の範囲などが定められ、 現在の巡礼の姿となった。632年のムハンマド没後、メッカは宗教上の聖地ではあり続けたものの政治上の実権は失っていった。ウマルは政治の中枢をメディナに置き、さらに第四大政党カリフのアリーが首都を、イラクのクファーに移転すると、メッカやアラビア半島は次第に政治の中枢から離れていき、十世紀頃からは、 ムハンマドの子孫であり、ハサン・イブン・アリーの後裔シャリーフであるハーシム家が、反独立しながら、外部の有力国家の保護を受けるようになっていった。13世紀には、ハーシム家は、外部から総督を受けることで、メッカ大衆の地位につくようになった。アッパース・アサ中期までは、メッカの支配権はカリフが握っていたものの、10世紀末には、エジプトのファーティマ朝がメッカとメディナの支配権を握った。 さらにその後もアイユーブ・アサ、マムルーク朝といったエジプト王朝のメッカ支配は続いた。1454年、ミンの帝和が遠洋公開した際、その分隊がメッカ、アマガタに寄港している。1517年、マムルーク朝を滅ぼしたオスマン帝国がメッカの支配権を握り、スンナハイスラム教徒の名手となった。その後はオスマン帝国の支配が続いていたが、 1802年に、ナジドの豪族サウード家がワフハーブ派を報じて、建国した第一次、サウード王国がメッカとマディーナを占領し、当時メッカにあった聖者の病などを破壊した。第一次、サウード王国はまた、エジプトやシリアからやってくる巡礼団が壁に流れ堕落しているとして攻撃し、シリアからのものは入域さえさせなかった。一方、他地域からの巡礼団は歓迎され、 この時期のメッカの厳格な戒律を守る雰囲気に影響されて、スマトラ島南部のミナンカバウ地方でパドリ戦争と呼ばれる宗教戦争が起きるなど、イスラム圏各地に影響を与えた。しかしイスラムの名手をもって認じるオスマン帝国の命を受けたエジプト総督、ムハンマド・アリーは1813年にメッカを攻略し、ヒジャーズをエジプトの地下に追い、 しかし1840年に第二次エジプトトルコ戦争の敗北によってこれを放棄させられ再びメッカはオスマン帝国領となった19世紀中期以降は鉄道や汽船といった新しい交通機関によって旅行期が大幅に短縮されこれによって巡礼者の数は増加した1908年の青年トルコ人革命後メッカのシャリーフに任命されたハーシム家の フサイイブンアリーは反独立の姿勢を取るようになり、1916年には独立して、ヒジャーズ王国を建国した者、ナジドのスルタンであるサウード家のイブンサウードに敗れて、メッカは占領され、ヒジャーズ王国はナジドに併合されてナジド及びヒジャーズ王国の一部とされ、1931年にはこれを解消したサウジアラビア王国の一部となった。 石油の富を得た1940年代以降、聖地の守護者として、サウジアラビア政府は、メッカの整備を続け、都市機能は整備され街は、拡大を続けた。1979年11月20日、マフディー、救世主をいただく武装グループがマスジド・ハラームを占拠。サウジ当局により2週間後に鎮圧されたが、鎮圧部隊側の死者は127人。 武装勢力側の死者は177人という惨事となり、首謀者らは公開残死刑に処せられた。アルイコールハラムモスク選挙事件。2012年、7棟の超高層建築物群から、ナル・アブラージュ・アルベート・タワーズが開業した。ホテル棟はサウジアラビアでは最も高い建築物であり、戦闘を含めた高さは601メートルである。メッカは、 サウジアラビア政府によって任命されたメッカ市長をトップとするメッカ市政府と市政府によって選出された14人の評議員からなる市政評議会によって収められている。メッカはショートジェッタをも含むメッカ州の州都である。2000年から2007年に亡くなるまでメッカ州知事はアブドゥルマジード・ビン・アブドゥルアジーズ王子が務めていた。2007年5月16日、 メッカ州の新知事にハーリドあるイコールハイサル王子が就任した。1920年代に現在のサウジアラビア全土が統合されるとメッカには内閣府が置かれ政治の中心となっていたが1970年代にそれまで首都機能の整っていなかった首都リアドに政府機能が集中るようになりメッカの政府機関もリアドへと移動した。メッカの経済は 巡礼に大きく依存してきた。巡礼は、メッカ経済において、唯一の産業というわけではないが、巡礼からの収入はメッカのみならず、ヒジャーズやネジドの経済に大きな影響を与えてき、巡礼からの収入にはいくつかの方法があり、かつては巡礼には巡礼税が課されていた。この税は1972年までにすべて廃止された。しかし純からの収入の多くは、 巡礼に提供する各種サービスから生み出されるものである。例えば、サウジアラビアの国営航空であるサウジアラビア航空は巡礼からの収入が総収入の12%を埋める。陸路でメッカに来た巡礼客も食事やホテル、土産物などのサービスの購入によって莫大な金額をメッカに落としていく。メッカにはムタ・ビフと呼ばれる。 巡礼専門の旅行業者が古くより存在し、巡礼客の行動一切を取り仕切る。ムタ・ビーフは地元に古くから住む一族が制御としている。1930年代に、ムタ・ビーフたちはサウジアラビア初代国王、アブドゥルアズイーズ・イブン・サウードによって6つの会社に統合させられた。サウジアラビア政府は聖地の管理者として巡礼客に多額の出費を行い、 年に五千万ドルもの支出を行っているが、メッカが受け取る収入は一億ドルにも上る。他にもメッカには、いくらかの産業や工場があるものの、石油を中心とする経済となっている。サウジアラビアにおいて、メッカはもはや経済で重要な地位を占めてはいない。繊維製品や家具、調理用具製造などの産業があるものの、メッカの経済の主力は、サービス業である。 20世紀後半から21世紀にかけて、航空運賃の低電化によりジェット機で巡礼に来る客が増加し、巡礼ツアー商品や旅行パックの販売によって、巡礼が行いやすくなったことも、巡礼客増加に拍車をかた。巡礼の時期の顧客増に対応できるようにされた、ホテルや商店の管理のために、巡礼機のみならず通年で雇用される、サウジ人は、数千人に上る。 こういった雇用の増加により、住宅やサービス業の需要が増加している。市の周辺には高速道路が張り巡らされ、ショッピングモールやホテル、高層ビルが林立している。メッカの文化は、毎年到着する多くの巡礼者の影響を受け、非常に豊かなものとなっている。地元で話される言語は、アラビア語のヒジャーズ方言であるが、世界各国からの巡礼者によって、世界中の あらゆる言語が話されている。古来より世界各地の文化が混交するメッカにおいては、19世紀初頭のパドリ戦争、戦術のように新たなイスラームの潮流や新思想などが持ち寄られ、持ち帰られた。メッカで最も人気のあるスポーツはサッカーであり、1945年に設立されたサウジアラビアで最も古い。 プロサッカークラブの一つであるあるワフダメッカがこの町に本拠を置いている。同チームは3万8千人が収容できるメッカ最大のスタジアムであるキングアブドゥルアジーズ・スタジアムをホームとしている。メッカには多くの学校がある。2005年には532の公立、私立の男子校と681の公立、私立の女子校がメッカに存在した。メッカには 大学が一つだけある。1949年に設立された、ウンブアルイコールクラー大学は、1979年に、公立大学となった。メッカには、メッカ東空港があるが、旅客サービスをしていないので、空路の場合、ジッタのキング・アブデルアジーズ国際空港が、最寄りとなる。同空港には、メッカ巡礼者のみを専門に扱うハッチターミナルが、 20世紀初頭にヒジャーズ鉄道の延伸計画があったものの、ダマスカスからメディナまで開通した時点で第一次世界大戦が勃発し、延伸計画もヒジャーズ鉄道そのものも廃止を余儀なくされた。巡礼の時期とそれ以外を問わず、メッカ市においては住民にも巡礼客にも一切の公共交通機関は提供されていなかった。市内や郊外を回るためには、 個人の車かタクシーに頼るより他はなかった。21世紀に入って、この状況を改善するために前線効果のライトレールであるの建設が決定され、総工費67億サウジアラビアリアルをかけ、2010年11月に中国鉄拳が受け負ったメッカ郊外の右からムズダリファを通ってアラファートへと向かう 18km の第一基路線が開通し、営業を開始した。 メッカ入りのため2200人の中国人労働者はイスラム教に入信した。この区間は巡礼においてすべての巡礼者が歩む道であり300万人にも上る巡礼によって非常に混雑していた区間であった。この計画においてはライトレールは最終的にメッカメトロマンメトロとして5路線を開業する予定である。またマディーナからラービク、ジェッタ、 キング・アブドゥル・アジーズ国際空港を通って、メッカへと向かう全長 444km の、ハラマイン高速鉄道、生徒間高速鉄道計画も持ち上がり、2009年に着工された。第一期工事は、メッカメトロと同様に、中国鉄拳、フランス企業、サウジアラビア企業のコンソーシアム、アルラジヒが受注した。2014年2月の段階では工事の52%が、 終了し、2015年の12月末には開通する予定であったが、サウジアラビアは砂漠気候のため砂によって工事が滞り、2018年10月11日開業した。車両はスペインのタルゴ方式を採用する。この両生徒間は巡礼期間中は非常に混雑し、渋滞などによって期間中は約18時間もかかっていたのに対し、 高速鉄道では2時間30分で両都市間を結ぶ計画であり、大幅な利便性向上が期待されている。メッカは常に膨大な数の巡礼が集まっており、何かの理由でパニックが起きた際、将棋倒しによる群衆事故が絶えない。1990年以降の大事故のみ数え上げてもといったものがある。死者が上記ほど多くない小事故については、 数え上げることすらできない。メッカという言葉は、宗教的な意味に限らず、重要な場所、人を引きつける場所、あるいはドットを押し寄せた人々を表す言葉として、イスラム教徒に限らず、世界中のどこでも用いられるようになっている。ある一定の目的や意志を持った、多数の人が集まる場所を、憧れの地や、中心とみなして、イスラム教徒が集まるメッカに例えて、 大のメッカと関与することがある。例えば、苗場は、スキーヤーのメッカ、高校球児のメッカ、甲子園、あるいは、協定のメッカ、墨の絵などというように使う。ただし、ムスリムやサウジアラビア政府は、このような用法を好まない。テレビ朝日の番組では、生放送で、渋滞のメッカ、六本木という表現をした後、不適切な表現だったと謝罪する一幕もあった。 似たような比喩に聖地という表現がある。ちなみに現在の日本のテレビ放送では大のメッカは表現の自主規制のため使用されない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。